東京造形大学は東京都八王子市宇都川町1556に本部を置く日本の私立大学である。1966年に設置された美術大学で日本で初めて造形という名称を冠した大学である。桑沢デザイン研究所の創立者、桑沢洋子により設立され、従来のデザイン、美術教育の枠を超えた教育理念により、 自由で柔軟な独自の工夫を持ち美術とデザインの統合性を原義に創造社会的栄意として実践する人材を養成する高等教育機関として1966年八王子元八王子町に設立東京語美大の一つである高度情報化社会の複合化した諸問題の把握と解決のためには個別領域における専門性と複合領域における 総合生徒に立脚した構想力と実践能力が不可欠との立場から教育過程では専門性及び総合性双方の進化に根ざしたディシプリンが重視されている。またそうした柔軟性のあるカリキュラム徹底した少人数教育を行っている。クリエイティブスパイラルフェスティバルの略毎年秋に開催される学生による自主制作展であり CS 祭期間の運営管理は学生が行っている。展示、模擬展、ステージなどがあり、年々規模が拡大している。また、大学祭では珍しく一切種類の販売、持ち込みを禁止している。同大学のオープンキャンパスはこの工夫がよく生かされたもので、クリエイティブ学生ユニットにより、細部に至るまで関わりを見せる企画、デザイン、運営は、 また大学には見られない特色となっている。2009年には特設サイト造形クエストが国内外に大きな話題となった。JR 横浜線合原駅東口よりスクールバス5分。ありがとうございます。